久保田と遠関生12年5月1日は、高井の藩紫組の王子主、廃人。名は、十江門、本名は三吉。うさぎは廃合。高井のの俳句結社、高井の連の中心的人物。うさぎの娘婿の久保田春光は、小林一佐の門人。徳川家康志望間もなくの現名五年、広島五十万国の大名、福島正則は、 好意の藩に封印され、好意のにジニアを置いた。生息と、その姿勢理は、神殿開発を奨励し、山田郷出身の久保隆平は、許可を得て、紫神殿を開発した。久保武は、1700年代に入って、大地主となり、うさぎ園の時代に最高になった。一佐が、久保武を初めて訪れたのは、文化六年で、うさぎ園との面識はない。一茶は、 春光から、うさぎ園の隠居住まいを提供され、ここに百三十数日間宿泊した。一茶は、春光が観光を計画したうさぎ園の追悼区、文集、すみれ塚の編集を引き受け序文を書いている。一茶東流の離れ屋離れ屋の丸窓、窪保竹の屋敷神である、天馬宮には、丸いものを好んだうさぎ園が集めたとされる、玉石が奉納されていた。石は八個が現存し、 一佐ゆかりの里一佐館で展示されている。小林一佐研究の集大成といえる一佐全集第一巻には小林一佐のほぼ全てのホックが収録されている。後の研究でうさぎ園の区46句が一佐の句として収録されていることがわかり、一佐ホック創作院で訂正されている。ありがとうございます。